皆さんこんにちは。ここはどこかっていうと、どこなんでしょうね。ある楽屋です。まほろさんの楽屋です。今ちょっとちょっとね、いい感じですね。ありがとうございます。村上さんが撮ってくれてます。バカモンさんはおトイレに行ってます。ということで、今日はライブ前なんですけど、ライブ前にやらなきゃいけないことがあるということで、モノマネ1分間。じゃあ最近ハマってるやつは、鬼滅の刃より胡蝶しのぶ。皆さん、もしもーし、もしもーし、そうですよ、私ですよ、胡蝶まなぶです。そうです、鬼滅の刃全部見てくれましたか？劇場版もちゃんと見て、漫画もいっぱい買ってくださいね。どうやら胡蝶まなぶさんは全部買って全部お金払ったみたいですよ。いい子ですよね。いっぱい課金してくれたら私たちはとっても嬉しい。いや、課金っていうのもおかしいですよね。胡蝶しのぶさんはこんなこと言わないでしょうか。いや、でも最後に胡蝶しのぶさんで確かなんかクソ野郎みたいなことを言って、鬼舞辻無惨に対して最後毒を盛るはずなんで、まあそれぐらい言いますよね、きっとね。大丈夫ですよ。なので皆さん、いっぱいお金払っていっぱい鬼滅の刃楽しんでくださいね。うん、そう、この後は私たちはライブをしようとしてるんですけれども、今ね、バカモンさんがうんちから帰ってくるんです。だからちょっと待ってようかなと思ってるんですよね。うんちから帰ってきたバカモンさんはどんな顔をしてるんでしょうね。きっといい顔してると思うんですよね。ちなみにバカモンさんがうんちをしてる時にいつも一緒にすることがあるらしくって、一緒にすることといえば、どうやらツイッターのいいねボタンをたくさん押すっていうことらしいんですよね。つまりいいねの数はうんちの数っていうことですね。大変ですね。いろんなものをトイレで産み落としてるんですよね、きっと。本当に、あ、うんちから帰ってきたみたいですよ。さっきまでうち